5月23日、2024年元 GP 第6戦カタルーニャ GP の前にアレーシエスパルガロ・アプリリア・レーシングがプレスカンファレンスを開くことが決まった。 特別記者会見として現地時間15時15分、日本時間22時15分から行われる予定で、生中継される、アレーシエスパルガロはスペインカタルーニャ州出身で、カタルーニャ GP が母国 GP だ、近頃海外のメディアは彼が今期限りで現役を引退して、テストライダーに就任することを噂している、もちろん会見の内容は明かされていないが、急遽行われることになったため、それが発表される可能性も高い。